はい、それではこれから文献紹介に対しまして、Sequence Level Knowledge Distillation というタイトルで、ENP2016 の論文を紹介させていただきます。よろしくお願いします。で、論文概要です。今回、近年台頭してきている、ニューラル MT に対して、Distillation、蒸留と呼ばれる、モデルの圧縮手法を、適用して、その性能を検証したという論文になっています。で、ディスティレーションというのは、教師のモデルを、パフォーマンス、パラメータ数が多い、高性能な教師のモデルをより少ないパラメータの生徒で、教師のモノマネをするように学習をすることで、パラメータ数が少なくなおかつ性能を維持しつつ、モデルが圧縮できるという手法になります。で、これ結果から言いますと、13倍、プルーニングと組み合わせることによってモデルの圧縮が13倍ぐらい、13分の1ぐらいのサイズにできました。できました。で、なおかつ、性能はある程度維持しつつ、速度の改善も行えたっていうのが、この論文の概要になります。で、この論文中で触れられているんですけれども、モデルの圧縮を行うことによって、スマートフォンでも、スマートフォンのような、そんな高性能じゃないようなデバイスの上でも、NMT が走るようになって、なりましたという論文になっています。実装はこちらに公開されているので、実際に使うことができますという論文です。で、これから、論文の導入について話していきます。で、近年さまざまな分野に画像処理や音声処理などの分野において、もちろん自然言語処理でも、深層学習というのが台頭してきまして、かなり複雑な問題においても、シンプルなモデル、比較的に実装が簡単な手法で学習ができて、なおかつかなり性能が高いっていう、高く推測できるっていうのが、深層学習の普及によって、分かってきた事実です。で、比較的モデルの自由度が高いため、より複雑なネットワークっていうものを、簡単に作ることになる、作れます。で、その結果として、パラメータ数もかなり大きく多くなりがちで、例えば NMT とかで NMT で作られている2014年のモデルで言いますと、4レイヤーの深層学習で4レイヤーの LSTM ユニットが1層あたり1000ユニットあるようなモデルっていうのが提案されています。で、これのパラメータ数はだいたい220万ですね、すみません、ミリオンではなくて220万な 2.2 ミリオンですのぐらいのパラメータ数になります。で、こういったで2016年に提案されたようなモデルでは、16レイヤー512ユニットの、モデルが提案されていて、これもまたパラメータ数がさらに多くなるという形になっています。で、このようなモデル、非常に複雑で、パラメータ数が多いモデルっていうのは簡単に作れてしまうんですけれども、このようなモデルっていうのは、高性能な分より高性能なハードウェアを必要とするため、実用的に使ってもらうためには、もっとより軽量で、軽量にする必要があるということが、考えられます。で、この論文のテーマとしては、いかに小さくて、高性能なモデルを作るかというのが一つのテーマになっています。で、モデル圧縮の研究というのは比較的多くされています。で、モデル圧縮の手法として現状では、2つの主流のアプローチがあります。1つはプルーニングという、既存のモデルから必要ない重要度が低い重みを削っていくというモデルになります。で、もう1つがナレッジディストリーション、知識の蒸留という、意味になるんですけども、高性能なモデルをモデルである教師を真似する小さなモデルというような学習で、教師の振る舞いを真似するより小さなパラメータのモデルで学習するというのが、ナレッジディストリーションです。なので、最初に高性能なモデルを1個作っておいて、後から小さいモデルをそれに合わせて学習するというような形になります。で、今回紹介するのはこちらの知識の蒸留の、ナレッジディストリーションの手法について紹介させていきます。で、今回この論文の目的としましては、機械翻訳において、RNN が主流に使われているんですけども、このようなナレッジディストリーションというのがちゃんとできるのかっていうのを検証するというのが、この論文の、目的となります。で、背景知識の理論について整理しておきます。まず理論について、機械翻訳、近年、深層学習について、機械翻訳においても、深層学習の
モデルが導入されるようになりました。でその主流となっているのがエンコーダーデコーダーモデルと呼ばれるもので、まあ、このような、左の系列入力の ABCD に、どんどん入力を入れていって、それを、まあ、最後に出力の分末記号を入れて、そこから、まあ、クラス分類、単語のクラス分類を解いて、クラス数が単語数となるようなクラス分類、ソフトマックスを作り、まあ、そこでどんどん予測をしていって、予測したものをさらに次の入力の中に入れていく、まあ、シークエンスとシークエンスと呼ばれるような機構になっています。で、まあ、このようなエンコーダーデコーダーモデルが、今主流になっています。で今の、まあ、最初の初期はこういうような形でしたが、今では、まあ、中止機構というアテンション機構というものが、設けられるようになり、まあ、さらにこれでエンコーダーデコーダーモデルで性能が改善されて、右のようなモデルが作られるようになっています。で基本的に解いている問題は、シンプルに現言語の系列から目的言語の系列の確率を最大化する単語というモデルを、ニューラルネットワークで解いているということになります。でこの図は、まあ、2015のルーアンの論文から、抜粋しています。はい。で、でこの論文で取り扱う、まあ、知識上流について説明します。で、ナレッジディストレーションでは、まず、まあ、あらかじめ、パラメータ数が多い教師モデルっていうものを、訓練しておきます。まあ、これは、まあ、高性能の比較的高性能な教師モデル、高性能で、まあ、パラメータ数が多いようなモデルになっています。でこれに対して、別のモデルを、まあ、生徒のモデルと呼んで、パラメータ数が少ないモデルを用意します。で教師が、まあ、入力部に、まあ、トレーニングセットに対して、まあ、教師がどのように、出力をするかっていうのを、まあ、生徒モデルの方に、模倣するように、まあ、学習を行うっていうのが、知識のディストレーションです。で、大きいパラメーターの、まあ、たくさんあるパラメーターのモデルを、まあ、小さいパラメーターで近似してあげるっていうのが、このナレッジディストレーションの内容で、まあ、うまくいけば、半可と同じような効果が得られるというのがこの理論の概要になります。で基本的には目的関数には、教師の出力する、そのエントロピーの分布と、生徒の出力する分布の L2 ノルムだったり交差エントロピーを取って、まあ、バックプロパゲーションすることによって学習を行います。で、まあ、実際にはい、で NMT などの論文ではまず、まあ、教師のモデルっていうのはその単語分類どういった単語を出力するかっていうのを、まあ、クラス分類としてクラシフィケーションとして解くことになるので、まあ、左のようなクラス分類の目的関数になります。で、基本的にはあるクラス K に対して、その確率っていうのを取って正解のクラス K に対してまあ、その確率を見てあげて、で正解の時にできるだけログ P が大きくなるようにログ P が大きくなるようにするっていうのが目的関数になります。でこのログ P が小さいとコストが増大するような目的関数になっています。でで、さらに、まあ、知識上流の目的関数っていうのは、まあ、この位置になって、まあ、インディケーター、クラスを指定するような変数の部分がまあ、Q っていう関数に置き換えられます。で、これが、まあ、教師が出力する確率のクラスに対する確率の分布で、こっちのログ P っていうのが生徒の、出力する確率の分布になります。なので、まあ、KD って書いてあるんですけども、まあ、情報理論的な距離をこの、まあ、1の部分を、Q に置きここの P の部分に生徒が教師が出力する確率分布っていうのがこの P に当たるので、これをここに置き換えてあげて、それをそのままコスト関数にしています。なので、まあ、教師の確率分布と生徒の確率分布が一致していると、この L っていうのが、なるべく小さくなるような単位になるということになります。で、はい。で、まあ、基本的にはこちら側のコスト関数を用いることによって、教師の振る舞いっていうものを、トレーニングするというのが知識上流になります。で実際問題の時には、
どちらのこ、訓練事例と、実際の教師モデルのどちらともを使ってうまく学習するっていうのが一般的になっています。で、まあ、教師が出力する内容と実際のデータの正解データと比べて、学習するので、まあ、実質これとこれの線形補完を使うことがよく多いです。で、例えるならば、まあ、データの知識、まあ、教科書を見ながら教師の講義を受けてうまく学習をしようっていうのが、まあ、生徒のこの実際の目的関数になります。で、この論文では、まあ、3種類ほどの知識潮流の手法を試して、その結果について報告をしています。で、まあ、ワードレベルナレッジディストリーションとシークエンスレベルナレッジディストリーションと、シークエンスレベルインターポレーションですね、はい、の2つそれぞれについて紹介していきます。で、まずワードレベルナレッジディストリーションっていうのが、まあ、最も単純な手法になるんですけども、教師のニューラルネットワークがあったときに、まあ、スチューデントネットワークがこういうふうにあるとします。で、そうですね。で、スチューデントネットワークっていうのはこのまま、まあ、正解データがここにあるので、まあ、最後の出力層っていうのをここの一番トップの出力層っていうのを、ある単語を出力するときの教師の、文頭の出力層っていうのをそのまま、ことここの差分を取ってエントロピーの差分をこういうふうに計算してそのままフィードバックするっていうものです。で、単語ごとにこれを出力する単語ごとに計算してバックプロパゲーションをしていくので、まあ、単語レベルの、知識上流が可能になるというのがこの手法になります。まあ、ディストレーションの中で一番一般的、比較的一番思いつきやすいシンプルな方法と言えます。はい。で、2つ目が、まあ、こちらの方は単語レベルでどんどん、バックプロパゲーションを行っていくことになるんですが、まあ、この単語レベルの、エラー電波の単語レベルの局所最適化の問題として、例えばここで、教師が出力する単語が間違っていた場合にそのまま、生徒にバックプロパゲーションされる部分が、まあ、間違った情報が伝播されて、その間違った情報でさらにシークエンスでどんどんつなげていくので、まあ、後から出力される単語も全て、まあ、間違っていくみたいなエラーの伝播の問題が発生するっていう問題があります。で、まあ、そこで、今回はその、まあ、全体の、まあ、単語1個で間違えただけでまあ、エラー伝播するというのは好ましくないため、まあ、系列レベルで局所最適化するような手法が、まあ、系列レベルで真似するっていう手法が、まあ、必要になるということが分かります。で、はい、でその手法として、まあ、シークエンスレベルナレッジディストレーションという手法が、今回彼らの手法として、まあ提案されています。で、要はやっていることは何をやってるかというと、まあ、ビームサーチをしまして、ティーチャーネットワークの方で、まあ、ビームサーチをしまして、で、ビームサーチをして、まあ、より良いティーチャーネットワークの方でより良い結果を探索してもらって、でそれで一番いい結果を採用したものを、スチューデントネットワークで、学習してもらうというものになっています。で、まあ、ティーチャーネットワークではビームサーチ幅を広い幅で検索するので、まあ、より高性能な結果っていうのが、まあ、得られるので、まあ、スチューデントワークは、まあ、比較的、安定的に、より良い結果から、まあ、学習できるというものになっています。で、はい。で、論文によると、まあ、NBEST とかの方法も使っていたんですけれども、今回はビーム幅5ぐらいの探索で、まあ、一番いい圧を引っ張ってくるだけでも十分学習が可能だということに、だと述べています。で、はい、そうですね。で、はい。で、3つ目に入るんですけれども、まず、まあ、このビームサーチで、まあ、ティーチャーネットワークのビームサーチで一番良かったものを、まあ、選ぶっていうを、スチューデントワークの教師データとして使うという話だったんですけれども、まあ、これの問題点としまして、あらかじめ用意している訓練セットと、まあ、ティーチャーネットワークが出力する
訓練事例っていうのを、まあ、2つデータを作らないといけないってことになるので、まあ、単純に訓練データの事例が増えることになって増えることになります。で、まあ、これが結局その学習に時間がかかったりあとはする問題があります。でもう一個が、もう一個大きな問題があって、まあ、ビームサーチ結果と、まあ、正解データがその学習をしながらやろうとすると、まあ、結構違ったりするので教師の言ってることと教科書の内容が一致しないみたいな問題が発生します。で、これがまあその一つの、論文で触れられた事例なんですけれども、まあ、正解のデータがここに、まあ、Room cancellation is free up to 50 days prior to arrival みたいな形で出力されているんですけども、まあ、教師の出力する、単語っていうのが up to 50 days before arrival unknown words and、まあ、are free みたいな単語になるわけです。で、まあ、これとこれをそのまま入力データとして使うと、まあ、一つのある訓練事例入力の対して、まあ、出力が全然バラバラだってことになるので非常にそのどっちで結局信じればいいんだっていう問題が発生、直感的に言うと発生するっていうのが問題点としてあります。なので、まあ、これを、まあ、うまく解決する手法が一ついるっていうことになります。で、まあ、はい、そうですね。で、で、まあ、で実際にどうするかっていう問題に対して、今回この論文の中では、まあ、ローカルアップデーティングという手法を使っていて、この、まあ、ティーチャーネットワークが出力する分の中でも、まあ、でなるべく正解の元の正解のデータと近い正解のデータと正解のデータに近いものをちゃんと利用するっていうのが、まあ、ちゃんと利用しようとするっていうのが、まあ、彼らの、まあ、解決方法です。で実際にどういうふうにするかっていう と、ここの部分が、まあ、出力する時のここを隠した状態っていうのが、ある教師ネットワークの、まあ、一番確率の中で高いものを探索するというアーグマックスにあるんですけども、まあ、そこに、正解の、系列とどれぐらい近いかっていうのを掛け算シミラリティとして、かける重み付けを行ってやることによって、まあ、より良いでなるべく正解の正解に 近いような出力を、まあ、選んであげるっていうものになっています。でこれをさらに近似して彼らでは、まあ、文の、違いますね、彼らは、まあ、ビームサーチしていく中で、まあ、K ベストの形、 K ベスト上から稽古の一番いいものを選んできて、その中でなおかつ、シミラリティが一番高いものっていうのを、まあ、2回、パープレキシティが低くなおかつシミラリティが高いものの、ものを選ぶっていう方法でこの問題なるべく近いものを選ぶようにしています。でその結果として、まあ、ビームサーチの一例として up to 50 days prior to arrival it is free っていう単語が、まあ、選べれるようなので、まだ全然バラバラだっていう問題が解決するようになります。はい。で、はい。ですね。はい。で、ここまでが、この3つの手法は、まあ、彼らの提案手法になります。で、ここから、まあ、実験になります。で、実験設定としましては、英語からドイツ語への、まあ、WNT2014 で使われているのデータセットを使ってやっています。これはまあ400万分ぐらいの大きなデータセットになります。で教師モデルは4レイヤーの LST ユニット1000、1レイヤーあたり 1000ユニットの LST ユニットボキャブラリーが5万ですね。 でもう一個の生徒のモデルっていうのは2レイヤーで、LST ユニットが300ユニット と、2レイヤーで LST ユニットが500ユニットの2つのパターンを用意しています。でもう一個のデータセットとしまして、タイ語からイングリッシュの約9万分のデータセットでやっています。こちらはまあ教師モデルが2レイヤーの LSTM 500ユニットと生徒モデルで2レイヤーの100ユニットでやっています。こちらの方でもまあ4レイヤーの方でやってるんですけども、まあ、4レイヤーよりも2レイヤーの方が、性能が高かったということで今回は2レイヤーの方を採用しています。で
はい。で、ここの、まあ、他の提案手法の、条件設定なんですけども、まあ、最初に提案した、これまでのまあ一番簡単な手法であるワードレベルナレッジディストレーションっていうのと、シークエンスレベルナレッジディストレーションで、シークエンスレベルインターポレーションっていうの、表題の、まあ、3つの手法を試していきます。で、これらの手法っていうのは、まあ、組み合わせが可能な手法になっているので、これらを組み合わせたもので実験で評価を行っています。で、リザルトのディスカッションになります。で、まず最初に、イングリッシュジャーマンのダムレビティ2014で試した結果がこちらになっています。で、基本的には、まあ、ティーチャーベースラインっていうのが、まあ、17.7になっていて、ビーム幅は5で探索するとそれが 19.5 という結果になります。で、実験としては、まあ、この結果にどれだけ近づけることができるかっていうのが、まあ、目的になります。で、スチューデントベースラインに、まあ、それぞれの太字になっているところがそれぞれの結果が最も良かったところになるんですけれども、そうですね。で、まあ、スチューデントのベースライン 2×500 のところの結果を見てみると、何もしない状態で、まあ、コスト関数を何もこだわらずにそのままやった状態でやると、まあ、14.7 って結果になるんですけども、一番良かったっていうのは、そうですね、ビーム幅5で取ってなおかつシミュラリティを考慮するような幅で、まあ、4.2 ってことで、これが 18.9 ってことでブレーとしては 0.7 ぐらいのところまで、まあ、近づけることができたといいます。で、まあ、ビーム幅5で考慮すると、まあ、19.3 まで近づけるのでさらに差が縮まるということになっています。で、はい、そうですね。で、まあ、パラメータのサイズとしてはだいたい5分の1ぐらいになっているにもかかわらないんですけどにもかかわらず、だいたいブレーとしては約1ぐらいの違いしか生まれていないというのが、まあ、驚くべき結果になるのかなと思います。で、同様な傾向は、まあ、小さいデータセットほどでも確認できまして、まあ、それぞれの手法を組み合わせることによって、まあ、劣化としては、14.3 から 15.6 から 14.2 程度までの 1.4 ぐらいの幅で、なおかつパラメータ数が、6分の1ぐらいの、まあ、パラメータサイズに抑えつつ、まあ、ブルーの低下を 1.1 ちょいで収めることができるという結果になっています。で、このことからナレッジディストレーションの有効性がある程度確認できます。で、さらに考察です。今回、まあ、モデルを圧縮するっていう観点でやっているんですけども、まあ、ディストレーションによって、まあ、今回、まあ、デコーディングの速度っていうのを、まあ、実際にさまざまなデバイスでチェックしています。で、GPU と、まあ、CPU とスマートフォンデバイスの、まあ、Android で今回の手法について検証しています。で、まあ、速度について検証すると、教師ネットワークは、まあ、4×1000 のこの部分になるんですけれども、まあ、生徒のネットワークっていうのは、まあ、かなり、まあ、デコーディングの速度っていうのが速くなっていて、単位は、まあ、ワードパーセックです。時間秒あたりに何単語のデータを出力できるかっていうものになっています。で、まあ、一番重い、モデルの、まあ、教師ネットワークっていうのが大体この値になるんですけども、まあ、ディストレーションによって、ディストレーションによって、まあ、教師の、生徒の方のモデルのデコーディングの速度っていうのはかなり上がっていて、まあ、GPU だけで比べると425っていうのが、まあ、1267になっています。で、教師のネットワークっていうのは、まあ、ビームサーチっていうのが必要になってくる、性能を担保するためにビームサーチが必要になってくるんですけども、まあ、先ほどの結果で言うと、まあ、生徒のネットワークっていうのは、まあ、そこまでビームサーチがいらなくて、まあ、グリディサーチでも十分性能が担保できるっていうのがあります。で、まあ、そのビームサーチ5の時と比べると、精度ネットワークっていうのは、まあ、1267-101で比べることができまして、まあ、これだけでも、まあ、実際にビーム5でアプリケーション
だとアプリケーションに適用しようと思うと Beam5 じゃないと性能が担保できないモデルっていうのが、まあ、Beam 幅1でなおかつグリーディーサーチでパラメータ数も5分の1になった状態で出せるってことで性能を保ちつつ10倍速くなるっていうのが論文で述べられています。で圧縮したモデルっていうのが、まあ、Android にも乗るようになっていて、Android だとだいたい 15単語パーセックで出力ができるっていうので短い分ぐらいだったらすぐに Android で翻訳できるってことがこの結果からわかります。で、モデルサイズをさらに圧縮する、このナレッジディストレーションっていうのは、まあ、プルニング最初に文頭に、冒頭に述べましたプルニングと別の手法になっているので、まあ、2つを組み合わせてモデルをさらに圧縮するってことができます。で、モデルのパラメータ数が最も多いのが、まあ、単語から隠れそう最初の単語から隠れそうの部分のシャドウの部分になっています。あと出力の隠れそうから単語の出力の部分になっています。でここの部分がだいたいモデルの全体の 63% のパラメータ数を占めています。で、まあ、ここからこれらの重みを削除して、まあ、さらにモデル圧縮を図ることが、まあ先行研究であります。でこれの先行研究によると8割から9割っていうのが、まあ、ニューラルネットワークではあまり意味がない、圧縮しても、削っても性能がそこまで変わらないパラメータになっています。で、まあ、そのディストレーションとプルーニングを組み合わせた結果っていうのがこちらの表になっています。で、まあ、教師モデルが 4×1000 の、状態だとする、で生徒モデルが 2×500 の状態だとすると、まあ、パラメータ数をが、ナレッジディストレーションに大体、まあ、3分の1ぐらいになっていて、まあ、この時点でブリューは 19.3、0.2 ポイント程度しか下がっていません。で、ここから、プルーニングを行って、モデルサイズを圧縮していきます。で、まあ、50% を削ったところで、まあ、19.3 と、まあ、ブルーはほとんど同じになっています。で、さらにここから削っていって、まあ、80% 削ってもプリは 0.2 ポイント、まあ、さらに下がってぐらいで、まあ、この時点で13分の1に圧縮できます。で、まあ、90% まで圧縮すると、まあ、18.5 となってだいたいブリューが1下がるぐらいになってしまうので、まあ、ここまで来るとまあ著しいんですけども、まあ、論文ではまあ 80% 程度までがまあ許容範囲になるのではないかということで、まあ、性能を保ちつつ、まあ、もう 0.5 の変化に抑えつつモデルパラメータ数はまあ13分の1に抑えて、圧縮することができたということを述べています。ので、まあ、プルーニングとナレッジディストレーションを組み合わせることによって性能を保ちつつモデルのさらに圧縮ができるという話になります。で、はい、でこれで まとめになるんですけども、NMT に、まあ、ナレッジディストレーションと呼ばれるモデルの圧縮手法を適用しました。で、まあ、パラメータの大きい教師モデルからパラメータの少ない教師モデルを、まあ、パラメータの少ない生徒モデルで学習するというのがこの論文の手法になっています。論文の、目的になっています。で、学習した、まあ、生徒モデルっていうのは、まあ、ビームサーチの幅を考慮して、学習ビームサーチの結果を考慮して学習することにしていて、まあ、その恩恵としまして、まあ、グリディサーチ生徒モデルでは、まあ、グリディサーチでも、そこまで性能が劣化せずになおかつパラメータ数も減るため、まあ、10倍近く速くなるというのが驚くべき結果かなと思います。で、まあ、プロニングの技術と組み合わせればモデルのサイズが13分の1まで抑えれるという話になります。で、NMT などの、まあ、問題として、まあ、ボキャブラリーサイズが大きい と、パラメータ数が指数上に増えていくという問題があるので今後、まあ、キャラクターベースの NMT と比べれば、まあ、組み合わせることによれば組み合わせることができれば、まあ、さらにボキャブラリーサイズを小さくできるってことになるので今後、まあ、キャラクターベースの NMT と組み合わせることによって、まあ、さらにモデルサイズが小さくできると、まあ、期待できます。で、はい、所感です、まあ、パラメータのさらに、まあ、ここにパラメータの量子化取る値を4ビットに区切る2ビットとかに固定するみたいなまあ、パラメータの量子化の技術と組み合わせれば、まあ、さらにまあ圧縮できるなと感じました。
で、ここでまあ13分の1ぐらいに圧縮できてるんですけども、まあ、ここら辺のパラメータの量子化などさらに組み合わせれば、より、低レイヤーのデバイス FPGA のデバイスに、ニューラルネットワークのモデルが乗るのではないかっていうのが、まあまあ、乗るようになってより早く、軽量で早く、まあ、モデルさまざまなタスクがこなせるようになるっていうのが、まあ、もうすぐ来るんではないかと、思いました。はい、以上で文献紹介を終了します。ご清聴ありがとうございました。